大塩賢治、大塩賢治、大塩賢治、本名、畑の賢治、1948年、昭和23年1月4日体は、福岡県八幡市、現、道県北九州市や幡東区出身で、1970年代から1980年代にかけて活躍した大相撲力士である。現役時代は、時津風部屋所属で、最高位は、東小結。 1978年1月場所。現役当時の体格は187センチメートル、144キログラム。特異種は、左四つ、より、月。引退後は、年寄り、四季森周五郎、通称、四季秀を長く襲名し、1992年、平成4年から日本相撲協会を定年、定年。伊加ドを退職する2013年。 平成25年1月まで四季秀部屋の師匠を務めた。幼い頃に両親が離婚し、下宿屋で貧乏しながら育ち、いわゆるおばあちゃん子であった。中学2年生で身長182.5センチメートル、体重75キログラムと学校でも頭一つ抜けた体格であった。当時はバスケットボールで活躍していたが、たまたま出場した。 相撲大会で優勝して、これがきっかけとなって久米川親方、元前頭一、総、流の勧誘を受けた。しかし当初は映画、土俵の鬼若の花物語、1956年公開を見て、相撲界は厳しい世界だと感じていたので、絶対に嫌だ、冗談じゃないと拒絶していた。また、女の子にモテたいので飛行機の操縦士になるという夢を持っていた。 それでも祖母にいい家を建ててあげたいという思いが、相撲界に入ることを決意させた。十二代、時津風の部屋に正座して入り、挨拶を行った際のことは、非常に緊張していたので、2018年の時点では、詳しくはその時のことをもう覚えていないという。ただ、当時の十二代、時津風の身辺の世話は信頼していると山が、行っており、 歴史の神弟子がつくことはなかったといい、それだけ十二代時津風は近寄りがたい存在であったという。十二代時津風は弟子にとって偉大な存在であり、十二代時津風がスリッパの音や玄関を開ける音を鳴らしただけで周囲が静まり返ったという。そうして時津風部屋へ入門し、1962年一月場所で初土俵を踏んだ。同期の初土俵組には、 後の伝統、若きオーらがいる。新弟子時代の時津風部屋には部屋に70人から80人が所属しており、稽古の時間を確保するために午前4時から稽古場に降りていたという。それでも入門当初は中学在学中であったため、中学在籍当時は学校を卒業した普通の力士たちとは事情が異なっていた。兄弟子たちよりも早く稽古を切り上げ、 台所で女中に朝食を食べさせてもらい、上から蓋をしてぎゅうぎゅうに押しつぶして、汁が、カバンの中からこぼれたどか弁を昼食として持たされ、墨田区立両国中学校に通った。だが、教員は、事情がわかっていたため、早弁して、お腹いっぱいになると居眠りした旗のを多めに見て、居眠りから起こしはしなかった。朝被告は、両国中での同級生であり、相撲が好きな朝被告は、 学校の昼休み中であっても、稽古しよう。廊下でもいいからやろうと言ってきたが、稽古嫌いな畑野にとってこれは、勘弁してくれとう感じであった。そんな畑野は、自身が月人を務めている北葉山の指導を受けて、相撲の素養を磨き、脇が開いてしまうのでどうしたらいいかと助言を求めた、時は竹棒器を挟んで脇を締めて打つ、鉄砲のやり方を北葉山は教えてくれ。 さらに、肘で体の横を擦るようにして小指側から当てていくんだ。すり足も足の親指に力を入れてやると自然に膝も曲がるよと助言した。畑野は北葉山の頭を洗う時も毛先から根本へ向かって脇を締めて洗っていくんだと北葉山の教えを徹底した。畑野は北葉山を稽古量もすごかったし研究熱心でしたよねと振り返っており。 幕内土俵入りでも来た葉山はその日の土俵の土の感触を足の裏で感じながらすり足で歩いたといい、畑野もこれを参考にした。畑野はこれを知っていたおかげなのか、現役中勇み足で星を拾ったことも何度か経験した。畑野が若い頃は、十二代時津風は午前十時頃に稽古場に下り、出稽古によく訪れた柏戸、北、葉山。 豊山で行われた三番稽古で指導を行っていた。十二代時津風は弟子たちにとって神のような存在なのでこの頃になると取的に胸を出すことは基本的になかったが、巡業で兄弟子がいない時にあんちゃん、来いと言われて胸を借りたことが二三度あった。下の力士にとっては恐れ多い存在なので、畑野にとっても触らせていただいたという感じの夢ような体験であった。 十二代ときつかぜを、はたのは言葉で何かを教える雄弁な人物ではないとして、鉄砲をやるにしても、師匠は左右交互に打つのではなく、片方の腕は上に掲げたまま、一方の腕だけで打ち続けるんです。そうすれば自然に脇が締まるし、手と足が連動して、体全体を使って打つことができる。当時は、ただ傍然と見ていただけですが、後々になって、それが分かってきたんです、と。 言葉で教えてもらうのではなく、自分自身で学びなさいという十二代、時津風の考え方がそこにあった、とべている。当初から、道場のホープと呼ばれながら、出世は、遅く、何度も幕下上位の壁に阻まれていた。故郷の祖母も、甲斐時代の旗の勝つと、近所の人に一緒に喜んでもらえたが、負けると周囲が気を使って、祖母を避けたという。 幕下までは相撲に対する真剣さも比較的薄かったが、そうした話を聞いて、なおさら頑張らなくてはならないと感じた。そんな畑野が奮起した決定的な出来事は、祖母と師匠、時津風、元横綱、双葉山の死である。死そのもの以上に、門付けも切れないで、出席している自分が情けなかったという思いが、奮起理由となった。 1969年5月場所からは、すでに、日本相撲協会を定年退職していた同郷の大塩、清二郎、元関分け、四大道の区親方に頼んで襲名した、大塩の嗜名で土俵に上がることになった。当時、両国のコ光院の裏に住んでいた清二郎に酒を持って挨拶に行くと、嗜名を譲るように頼んだ畑野は,たのは、頑張ってくださいと心よい返事をもらった。 実質的な十二代、時津風の時代である十四代時津風が師匠になると厳しく指導された。定年退職後に自身で十回するように、わがままでものぐさで人にすぐに頼る面があった大塩は目に余るところがあったと判断されたのか、十四代時津風からもっと人の苦労を知りなさい。自分のことばかりではなく、人のために動きなさいなどと説教をされたことがある。 14代時津風は、学生相撲出身者への風当たりが強い時代に、初めて学生横綱の肩書を持って、各界入りし、引退後は、学生、双葉山として、国民的な支持を得ていた12代時津風の後継となった人物であっただけに、大塩たちには想像できない重圧があったのだろうと、大塩は後に考察している。ちなみに、 現役時代の14代時津風はつけ人への気前が、よく、大塩は自分もそのつけ人になりたかったと羨むことあったという。その経験を乗り越え、1969年11月場所で十両に昇進し、1971年9月場所で新入幕を果たした。立ち合いから激しく当たるかついて出て、 左を指して一気による取り口を得意としたが、腰高のため逆転されることも多かった。勝つ時は一瞬だが、負ける時も土俵外まで派手に吹っ飛んでいた。左を指して出る取り口は、体が自然に動く感じで行われており、ビデオ研究などで意図的に身につけたのではないと本人は定年退職後に話している。幕内昇進後、同じマンションに住んでいた朝被国には、 土俵際で落ちてしまう相撲が大いがどうすればいいかと聞いても何度かは全く教えてもらえなかったがある時ちゃんこ屋で会った時に酒が入っていた朝彦告は土俵際では一腰落として右足か左足かを半歩前に出せと教えてくれたこれが現役後期の禁制などにつながった入幕後しばらくは幕内と重量との往復を繰り返したが若の国 最高位、全頭8枚目の記録を更新する10回目の入幕となった1976年3月場所からはようやく幕内に定着し、1977年11月場所では、全頭3枚目の地位で、朝彦区、高野花、若見杉を破り9勝6敗と勝ち越して、技能賞を獲得。1978年1月場所では、自己最高位となる。 東小結びに昇進した。1977年11月場所と1978年1月場所は2回連続で押し出しで高の花を破っており、自身の持ち味を生かした格好となっている。その時中継の解説をしていた中0代双子山は、大塩はね、あれは何か、乗り移ってますねと言っていた。足の負傷のため1979年7月場所、 では幕下まで落ちたが、その後、節制と努力を重ねて幕内まで帰り咲いた。当時は家に帰ると、妻が幕内時代よりもさらに良い料理を出してくれることに奮起した言う。その一方、チャランポランが原因でエレベーター力士に甘んじていたと自称する大塩に、対して、妻は稽古もするのも嫌になって引退しようと思っていた大塩に対して、あなた、 日本一の勝ち星まで頑張りなさい。辞めるというのなら、土俵の上で死んできなさいと知ったし、これに目が覚めた大塩は、大酒のみ、ヘビースモーカーであった状態から完全に禁酒、禁煙を果たし、妻はその誓いを忘れないように、大塩が吸ってきたタバコの分のカートンをこれ見よがしに、大塩の寝床が見えるところに並べた。以降は二度と三役に復帰できなかったものの、 1982年7月場所から5場所を連続で横綱、北の海、大関、高野里、関脇、若島津のいずれかに勝つなど幕内上位で健闘を見せた。特に北の海からは2戦連続で金星を獲得している。2場所連続で北の湖からの金星となった1983年1月場所7日目の取り組みは 北の海に得意の左差しを許しながら、右上でを引きつけて一気に走り、棒立ちとなった北の湖を寄り切った、という内容であった。北の海から金星を奪った、その2場所のうちのいずれかでは、まさかの金星に勝った瞬間砂かぶりにいた女性が、口をアングリとさせており、この写真は2018年時点でも大塩自身が持っている。 また1984年3月場所では36歳2ヶ月での再入幕を果たしたが、これは当時、戦後3位の年長再入幕記録であった。同年5月場所を最後に幕内から落ちてからも、重量や幕下上位で相撲を取り続けた。1988年1月場所後、満40歳で現役を引退。なお、 通算出場1891番は、前大相撲力士中の第1位、重量在位55、場所は、歴代1位対、他に、甲子、幕内昇進13回も、歴代1位の記録である。通算勝ち星の964勝は、白鵬、現役の1050勝、海洋の1047勝、千代の富士の1045勝に次ぐ、第4位の記録である。また、 通算黒星の927杯は、極天砲の944杯、寺尾の938杯に次ぐ、第3位である。現役在位156場所は、引退時から2008年に土地転向元、重量によって更新されるまで、20年間にわたって、歴代1位の記録であった。この他にも、最重量昇進の最年長記録、39歳後、 かげつをもっている。拳を思わせるもみあげの長い風貌で人気があり、悲壮感すら漂う、立ち合いの後の睨みに風格があった。引退後は、年寄り、こ頃山を経て、同、四季森周五郎、四季秀を襲名し、1992年3月に、時津風部屋から独立して四季秀部屋を創設した。創設の際に十四代時津風からは、いいことだ。 お前も人の苦労がわかる人間になると言われた。部屋創設後、四季秀部屋では14代時津風が東京農業大学時代から支えとしてきた参考料なる道場君を提唱する習慣を継承した。地元、福岡で開催される11月場所、九州場所では出身地の北九州市に宿舎を構え、2003年には地元講演者によって地方場所では 珍しい常設の宿舎が設けられた。場所前後には部屋の弟子を引き連れ、北九州市周辺の福祉施設を慰問に訪れるなど、社会貢献にも尽くした。現役時代から四季秀や部屋に持ち前の優しさと厳しさを活かして献身的に支えてきた妻は、周囲の人にとって四季秀自身よりも強い支持を得る存在であり、妻がいなければ、 力士としても、親方としても大塩は成り立たなかったと、大塩自身は感謝を述べている。長男も、四季秀部屋へ入門して、玉子の仕込めで相撲を取った、最高位は東三段目八十七枚目が、2011年、1月場所を最後に引退した。2012年には千のボルが十両に昇進したが、これが自身が育てた、唯一の関取だった。 日本相撲協会では審判委員を長く務め65歳の誕生日を翌日に控えた2013年1月3日付で定年退職。四季秀部屋は現役時代北の海部屋、出羽の海一門に所属した元前頭の北桜が継承した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。